青コーナー172センチ、69.7キログラム、パンカス鈴木2戦1敗1分け、高橋渡る。赤コーナー177センチ、69.5キログラム、パンカス鈴木3戦1勝2敗、坂口ゆきお。パンクラス2008シャイニングツアー 4.27 ディファ有明大会です。赤コーナー、強いハートとアグレッシブなファイト、ゴング直後から目が離せない坂口です。対するは桜庭和志のスパーリングパートナーも務めますトータルファイター高橋。ポイントは坂口の打撃からの首相撲、対する高橋のレスリング力か。5分2ラウンドで戦われますライト級の一戦。画面は父を坂口誠二、そして弟に坂口健二、坂口幸男が今パンクラス4戦目の戦いです。リング中央が坂口、右のローキック、右の膝にまさに桜庭選手ばりに、がっちりとテーピングがあるのが高橋渉です。さあ改めて解説には初解説となります新井健選手をお迎えしております。よろしくお願いします。この2人またアグレッシブそうですね。まず坂口選手がこのスタイルですからね。はい、打撃だと坂口選手なんじゃないでしょうかね。それと見て組みついていきました。まずグラウンドに持ち込むことに成功しています。背中に回っている高橋。まあ、実は今下になっている坂口幸男選手がデビューしたのがちょうど1年前なんですね、この場所で。まあ、あの時はこう一般のマスコミとかもすごかったですけど ね、カメラも来て。さあまず右腕を伸ばそうという腹がために行きたいところか。これを嫌います。まあ、まずは坂口選手としては新井選手、やっぱりスタンドで戦いたいところはまず逃げられましたね。そうですね、今立とうとしてますね。立ち上がりました。立ち上がりは逆に膝を返す、そして坂口も膝を返す。さあここからが坂口の真骨頂か。上からバウンドを落としてきます。マットを今叩いてしまいましたが、強いのが一つ入った。右強いの入った。やっぱりアグレッシブですね。そうですね。また立ち上がり際で膝、右のフック、右のフック、今度はアッパーも絡んでいきます坂口。さあ追っていく坂口、このタックルは潰した。今度は引き込みにかかります、下の高橋。下からも一つ拳を出します高橋。まあ、立ち上がりからこう坂口選手のアグレッシブさで流れ変えてきましたね。そうですね。ここはストップドントムーブ、戦える位置まで戻っての再開となります。はい、ここでも坂口選手が手足非常に長いですね。ここからも落としてきますね。あと性格的にこう打撃向きですよね。向きですね、新井選手ですけど。あ、そうですね。こういい意味でこう入っていける、戦いが始まるともうスイッチ入っちゃうんですね。アクション。新井選手はちなみにこうリング上がるときは今日はこういうふうに戦おうみたいなシミュレーションは全くないですね。いいですね、期待通りでした。まあでも自分の小打撃っていうのに自信が新井選手もありますし、坂口選手も来たの。そうなんですね。うわー、顔面捉えたぞ。これ効いているようには見えるが、まだ足は動いています。捉えましたね。ああ効いていると思います、ね。しかしなんとかこう足を動かして、なんとかこれを嫌っています。体を引きつけるようにして打撃を嫌う下の高橋。これでも意識はかなりぼーっとしてるかもしれないですね。やっぱりそうですか。うん、この上の坂口選手のこう危険な感じは今までも見えますね。そうですね。
まあ、下の高橋としては今は時間を稼ぐべきですか。そうですね、ちょっと回復に努めた方がいいかもしれないですね、うん、これは特に自陣に青コーナーに近いので、これはセコンドの指示は大きいでしょうね、この時は。いや、しかしまだ来るぞ、下から足を飛ばしてくる、こちらを突き出すようにこれを切ります。今度は高橋が上になる、まあ、果たしてどこまで意識を戻しているかではあります。さあ腕十字に行くところ、さあ伸びるか、体を寄せる、さあこのクラッチが切れると怖い、回転しながらこれを切ろうかというところです。あ、両腕を伸ばすんですね、一気に。さあ切れた、そのまま伸ばす、タップアウト、坂口幸男、強い蹴りを顔面に入れました。しかしその後高橋が冷静にしっかり対処して、最後は腕十字で一本勝ちです。